オッテモン学院大学いじめ自殺事件とは、2007年6月8日に、大阪府茨城市のオッテモン学院大学に通う在日インド人学生が、神戸市の自宅のマンションから飛び降り自殺をした事件。いじめを苦にしていたことを示す遺書が残されていたにも、かかわらず、大学は調査を行わなかった。その後、遺族、一部教員、 弁護士などからも調査を求められたものの法人側は、大学と小中高は異なる。別の弁護士は調査の必要がないと言ったと放置を続けた。さらには、遺族の窓口となっていたゼミ担当教授をこの問題から外し、その上で遺族から要望がなかったので調査しなかったとした。その約1年後に、亡くなった学生の父親も、 息子に会いに行くと言い残し、同じ場所から飛び降り自殺をした。2010年12月27日、同大学の理事長が第三者委員会による調査報告書を公表し、いじめの存在を否定できないとして公式に謝罪すると、共に幹部8人の処分を検討すると発表した。自殺した学生が所属していた経営学部学部長は隕石辞任を申し出た。 男子学生の友人によれば、男子学生は遊び仲間だった複数の学生から、人前でズボンを脱がされる、花火を直接向けられる、あだ名に、イスラム過激派テロリストのウサーマ・ビン・ラーディンの名前を、付けられるなどのいじめを受けていた。また、お前をいじることが最近一番、楽しい、お前を見ているとなんか、イライラするなどの暴言も受けていた。オッテモン学院大学では6月8日を、 この事件を風化させないために安全を考える日に定めている。ありがとうございます。